居酒屋で出された唐揚げに勝手にレモン絞るやつ何考えてんだよ。何の話です？あ、ちなみに僕絞りますよ。え、これだけ唐揚げに勝手にレモン絞るやつはダメって考え方が浸透してるこの時代に？いや、その集まりがレモン絞っていいって聞かなきゃいけないような会になるのが嫌なんですよね。レモン絞っていいって聞くことによってそういうのをいちいち確認しないといけない集まりなんだ。そういうのを気にしないといけない会になるんだなって周りの人が萎縮してしまうんですよね。僕が悪役になって勝手にレモンを絞ることで細かいことは気にしなくていい集まりなんだなって認識を作ってるんですよ。自己犠牲の精神でやってる善意だったの。お前やばいよ。もちろん唐揚げが美味しいって評判のお店だったり唐揚げを楽しみにしてる人がいたらやらないですよ。でも大抵の場合唐揚げってとりあえず注文されてなんとなく消費されるものなんで、メインじゃないものに対してレモンをかけるかどうかで場の緊張感を高めたくないなと。ちなみに皿に残った最後の唐揚げは？もちろん周りに何も聞かずに僕が食べてます。お前最低。